株式会社静岡銀行は、静岡県静岡市青区に本店を置く地方銀行であり、三大地方銀行の一つである。日経平均株価の構成銘柄の一つ。日本国内の店舗展開エリアは、静岡県全域のほか、東京都区部、神奈川県、愛知県、大阪市。海外では、アメリカ合衆国に、ニューヨーク支店とロスアンゼルス支店、ヨーロッパに、 欧州静岡銀行アジアに、香港支店と駐在院事務所に箇所を持つ。静岡市青井区の本店のほか本部機構を清水区に置く。通称は正銀。静岡県、静岡市、浜松市の指定金融機関である。法銀トップレベルの盤弱な財務体質から、トップレベルの信用格付けを取得している。 自己資本比率は2012年3月末時点で17.49%と、三菱 UFJ フィナンシャルグループや、水穂フィナンシャルグループ、三井住友フィナンシャルグループを上回っている。バブル期に不動産、開発融資を自制したことや、経営のあらゆる局面において万全とした取引を今しめ、失素倹約を重んじる交付から、通称をもじってやゆ的に、部銀とも評される。 静岡県以外や日本国外にも店舗展開しており、ニューヨーク、ブリュッセル、香港などに拠点を有する、三菱 UFJ 銀行の親密地銀である。その中でも、三菱 UFJ から見て、特に重要度の高い銀行の情報交換、親睦が行われる歌謡会のメンバー業である。二千十四年四月二日、マネックスグループの株式をオリックスから取得した上で、 持分法適用会社としたほか、翌2015年10月21日には、コモンズ投信に3億円出資し、同様に持分法適用会社とした。クレジットカード事業では制銀、DC カード、証券業では制銀、TM 証券を子会社として、共同設立している。また最近では、三菱 UFJ ファクターと提携し、保証ファクタリングの仲介を取り扱いを開始した。 一時は、縮小を決めた名古屋地区での営業を、中京圏の高い景況感から見直す姿勢に転換しており、正銀とともに、旧三菱銀行の新密業である、愛知銀行と ATM の手数料無料提携や、法人向けセミナーを共催するなど、協調の体制がある。静岡銀行ニューヨーク支店は、アメリカ同時多発テロ事件で一期目の航空機が94回から98回に、 突入したニューヨーク世界貿易センタービルノースタワーの80階に入居していた。日本から派遣された公員6名と現地採用の公員4名全員無事脱出に成功した。航空機の衝突による衝撃を大地震と認識した支店長が国内で行っていた避難訓練に習い、いち早く避難を指示したためと言われている。同支店は現在、 マンハッタン島の別の場所に移転して営業を行っている。静岡銀の環状系システムは現在は事項による単独での運営とされているが、2014年1月、日立製作所が開発に当たっている次世代オープン環状系パッケージを採用することを明らかにした。また同時に統合情報処理系システムは富士通が構築に当たっているものを採用するとしている。 両、システムとも2017年度中の稼働を予定するとしていたが、2度にわたって延期され、2018年4月20日には2020年度中の稼働を目標とした。神奈川県の東海道線沿線の駅前には、横浜銀行と静岡銀行の支店が、資金地に設置されているケースが散見される。一方で、横浜銀行の店舗は、過去に、 熱海支店が出店されていたものの、現在は静岡県内には出店されていない。一方の愛知県には、政令指定都市である名古屋市と豊橋市のみに、支店や ATM コーナーを設置しており、閉鎖した店舗も存在した。しかしながら、同県内での店舗や ATM コーナーの数は、静岡県に本店を置く銀行の中では、最も多い。また、 愛知県の金融機関との預金引き出手数料、無料提携は、前述の愛知銀行の他と予発信用金庫とも結んでいる。東海地震の警戒宣言発令時に、避難対象地域内の店舗など危険が予測される、静岡県内の60にある友人支店、出張所のすべての窓口業務及び、指定地域内の店舗外、 ATM コーナーの営業をすべて停止することを銀行側で別途定めている。業務停止する支店など詳細についてはパソコン版のホームページに別系国旗で掲載されているので容易に確認することが可能となっている。また銀行が支店の建て替えや新規出店する場合に銀行独自の基準で建物の強化基準を定めている。これは地元である静岡県内全域が 東海地震の警戒地区に入るため、現在適用されている建築基準法の基準により、約1.5倍の強度を高め、1万1強い地震が来た場合でも建物が倒壊しないよう設計基準を設けている。また、ほぼすべての支店、出張所の店頭へ、東部保護用ヘルメットを若干数ではあるもの用意されている。静岡市は、清水銀行と各年で、 指定金融機関を交代するため、西暦の奇数年度のみ。静岡銀行本体も、証券仲介業務として取り継ぐことで、グループ内で完結する販売体制が整った。神奈川県横浜市製薬の旧瀬谷支店と海老名市の旧相模屋支店を統合、廃止し、大和支店を開店。2018年に、このシステムを基盤とする新システムの稼働を、京葉銀行も予定している。 神谷城支店があった場所は、現在ビレッジバンガードの本社となっている。平成24年9月24日、時点、静岡県内の指定している、有人支店、出張所は62かみせある。ただし一部テマントビル等に入居する支店は除く。この措置は、東日本大震災の影響もあり、改めて店頭へ配備したものと思われる。ABCDEFGHI。 2021年3月期決算単身。日本基準。株式会社静岡銀行。2021年5月29日閲覧。三大一銀定期預金の金利の比較。www.woman110.com。2020年11月1日閲覧。構成銘柄一覧。日経平均株価日経インク。2021年10月8日。閲覧。 店舗 ATM のご案内静岡銀行海外ネットワーク静岡銀行静岡銀が、資本業務提携ネット証券のマネックスと、共同通信オリジナルの2015年5月28日時点におけるアーカイブ https://web.archive.org/web/20150528144145/http://www.47news.jp//cn/201404//cn2014040201001534/.html2014 年4月6月ラン アップデート1静岡銀がマネックスの筆頭株主にオリックスは全株売却。ロイターニュース。h t t p j p ロイタ t e r c o m アーティクルエジプル 4n0mu 21バイト20 2014万4022014年4月4日閲覧。株式会社静岡銀行とマネックスグループ株式会社の資本業務提携に関するお知らせ。 株式会社静岡銀行マネックスグループ株式会社2014年4月4日閲覧静岡銀コモンズ投資に3億円出資20%超の株主に日本経済新聞2015年10月14日閲覧株式会社静岡銀行との資本業務提携についてコモンズ投資株式会社 h t t p w w w c o m m o n s 3 r a j p スラッシュファイルズスラッシ uploads スラッシ newsrreelease 静岡2015万1 0 p d f 2 0 1 5年10月14日閲覧 abcde 遠隔株式会社静岡銀行 S1004 ユース 優化証券報告書第109期、進まぬ、再編の後をしなるか、大手地銀休業連合の波紋。ダイヤモンドオンライン。2014年6月18日閲覧。地銀休業が、地域再生で連携福岡銀など、生きがい融資も。日本経済新聞。2014年6月18日閲覧。生銀本部タワーが完成 IT で、業務改革追求。 静岡新聞。2015年11月1日閲覧。危機管理を強化。席固定せず効率化しず、銀本部タワー。静岡新聞。2015年10月14日閲覧。金融、IT 融合地銀から、静岡銀など、ネット会計、VB 出資、日本経済新聞2015年8月23日、マネーフォワード、墨市に SBI ネット銀行及び、 静岡銀行との業務提携契約を締結。合わせて SBI ホールディングス、静岡銀行及びジャフコから10億円の資金調達を実施予定。株式会社マネーフォワード、http コープ、マネーフォワード .com、アバウトス、2015万825スピーシス銀、MF、2015年10月14日閲覧。リノベル。 リノベーションに特化した金融商品の開発を目指して、静岡銀行と8月29日に業務提携を締結。リノベル株式会社のプレスリリース。2020年7月28日閲覧。水穂 FG が製銀と提携 AI 研究。新商品開発。系列のネコへ。3K ビズ。2018年3月31日閲覧。製銀。 神奈川、津波島に、支店保険の窓口と共同店舗。日本経済新聞。2018年3月31日閲覧。静岡銀行と、キャスターが、人材領域における連携協定を締結。オンラインで、地域企業の人材支援やデラックス戦略の課題解決を支援キャスター2020年9月27日閲覧。静岡銀行と山梨中央銀行。 業務提携提携効果100億円。朝日新聞。2020年10月29日閲覧。静岡銀行と次世代機関係システムの構築を基本合意。株式会社日立製作所、2014年6月18日閲覧。オープン環状系、日経コンピュータ。 http://itpr.nikkeibb.co.jp コロンススララッッシシュュ o スラッシュアーティクルスラッシュコラムスラッシュ20140520スラッシュ557982スラッシュ2014年6月18日閲覧次世代システムの構築に向けベンダーと基本語意株式会社静岡銀行2014年6月18日閲覧 次世代システムの開発状況について、静岡銀行2018年4月20日分が遺産オンライン。ありがとうございます。